VIO お風呂で全身ムダ毛ケアができるヤーマンレインボーテビーナスプロ。こんにちは、ヒカルです。今回は光美容器についてヤーマンの甲田さんにお越しいただいて詳しくご紹介します。甲田さんどうぞ。こんにちは、甲田です。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。光美容器ってそもそも何？最近話題になっている光美容器、この光美容器ってのはそもそも何なんでしょう？ヤーマンの甲田さんお願いします。はい、なんと光美容器は光の力を使ってムダ毛ケアをする機械になります。しかも今は自宅でなんと全身のムダ毛ケアができちゃうんです。全身？はい、フェイスとあとボディ、あと VIO ですね、全身ケアができちゃいます。今は女性だけではなくって男性にも使っていただける商品になってます。商品のボディカラーもブルーですね。そうなんです。澄み渡る海原のようなアイスブルーです。男性にも女性にも澄み渡るブルーですね。全身ということですが、フェイスっていうことは顔、あとは男性のヒゲにも使えます。ボディは脇と足、それとあとは腕とか背中とか手の指とかですね。それから VIO、 つまりデリケートゾーンにも使えます。1台でフェイス、ボディ、VIO の全身ムダ毛ケアが本当にできちゃうんですね。はい、特にデリケートゾーンの VIO、 あと男性のヒゲにも使っていただけるというのがこちらの商品の特に際立った特徴です。すごいですね。肌に優しいのが特徴。剃る、抜くって肌に負担がかかるじゃないですか。そうですよね。せっかくカミソリでムダ毛をきれいにしてもお肌が傷ついてしまうと人には見せられないですよね。光美容器でのムダ毛ケアは肌に負担がかかりにくい、肌に優しいのが特徴です。優しいのはいいですよね。抜く場合もまず痛い、肌へのダメージもありそう、あと時間かかりますよね。そうですよね。家でムダ毛ケアをするってなったとしても時間がかかるとすごいめんどくさいですよね。そうなんですよ。光美容器なら肌に優しく、しかも自宅でサクッとムダ毛ケアができちゃいます。いいですよね、光美容器。お風呂で使える光美容器は珍しい？お風呂で使える光美容器って珍しいんですかね。はい、なんとこのレインボーテビーナスプロはシリーズ唯一のお風呂で使えちゃう光美容器なんです。あ、そうなんですか。シリーズ初、お風呂で使えるんですね。そうなんです。ありそうでなかったですもんね。お風呂で使えるってことは水に濡れても大丈夫ってことなんですね。そうなんです。お風呂だと誰にも見られる心配がないから恥ずかしくないですし、お風呂のついでにケアができるので継続が苦手なズボラさんでも続けやすいっていうところがおすすめのポイントです。すごいでしょ。革命的ですね。 VIO VIO。 今回はヤーマンの光美容器レイボーテビーナスプロをご紹介しました。甲田さん、今日の動画収録どうでしたか？レイボーテビーナスプロの魅力的な場面を楽しく皆さんにお届けできているとすごく嬉しいなと思います。最近は光美容器皆さん関心が出てきてます。僕も非常に勉強になりました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーでは他にも役立つ情報を配信していきます。チャンネル登録をお願いします。いいねやコメントもよろしくお願いします。